前ののの章章かからの物語ががこででも続きまますすヨセフは兄弟に自分が誰であるかを明かし,します創世紀45章1節ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって皆を私のところから出しなさいと叫んだヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき彼のそばに立っているものは誰もいなかったヨセフは部屋から他の者たちを出します。 創世紀45章2節しかし、ヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パラの家の者もそれを聞いた。今度はヨセフは奥の間に行くことができませんでした。彼は、ただ、崩折れて泣き出しました。ヨセフ以外、誰もなぜなのかわかりません。彼の兄弟たちも、そこにいた召使いもなぜだかわかりませんでした。ヨセフには、もうこれ以上自分の正体を隠しておく理由がありません。もう十分に兄弟たちをテストしましたから、もう一度繰り返しますが、主イエス・キリストが、 ご自分の兄弟であるユダヤ人にご自分を明らかにされる日が来ます。主が二度目に来られるとき、主はご自分をご自分のために明らかにされます。ゼカリア書3章6節誰かが彼にあなたの両腕の間にあるこの打ち傷は何かと聞くなら、彼は私の愛人の家で打たれた傷ですと言おう。 キリストはご自分の兄弟たちにご自分を明かされます。それは主イエス様と主の兄弟たちとの家族の問題です。ヨセフが兄弟たちに自分の正体を明かすこの逸話はキリストがご自分を明かされる日がどんなに素晴らしいものになるかを私たちにほのみかしてくれます。ヨセフは感情でいっぱいになり、それを抑えることができません。パロの家の者たちにはヨセフの泣き声が聞こえました。彼らはヨセフの家で何が起こっているのか理解に苦しんでいます。 創世紀45章3節ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父親は元気,父上は元気ですか兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。驚きのあまりというわけは十分ではありません。兄弟たちはヨセフがそこにいることで恐怖を感じたのです。前には恐れていましたが、今は本当に恐怖を抱いています。彼らがヨセフをイシュマエル人に売り飛ばした時から25年近く経ちました。 そして今、彼が復讐しないはずがありません。彼らはあまりにもびっくりして恐ろしくて声も出ませんでした。創世紀45章4節ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエビストに売った弟のヨセフです。私はあなた方の兄弟です。なんという劇的な場面でしょう。彼らはどう感じたのでしょう。 ヨセフの反応を見てください。彼は怒っていません。復讐しようともしていません。怒って復讐するのが正常な人間的な反応というものでしょう。では、なぜ彼は復讐しようとしていないのでしょうか。創世紀45章5節。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。 ご覧の通り、この全てのことの中にヨセフが見ているものは、神様が目的を持ってこのことが起こるのを許されたということなのです。神様が彼の生涯の中に動いておられます。創世期45章6から8節。この2年の間、国中に飢金があったが、まだあと5年は耕すことも、 借り入れることもないでしょう。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。 もし私たちの生涯に神様の見てを見ることができたのなら、私たちは怒ったり復讐しようとしたりするでしょうか。そんなことはしないでしょう。また、ここでも、ヨセフは神様にご栄光を期しています。ヨセフがエジプトに連れてこられたのは17歳の時でした。パラの前に立ったのは30歳の時でした。7年間の豊作があって、今、飢金の2年が過ぎました。ですから、ヨセフは39歳で、エジプトの地に22年間住んでいます。彼はこれらすべてのことの中に神様の見てを見ています。 創世紀45章9から11節。それであなた方は急いで父上のところに登っていき、行ってください。あなたの子ヨセフがこう言いました。神は私をエジプト全土の首都されました。ためらわずに私のところに下ってきてください。あなたは五世の地に住み、私の近くにいることになります。あなたもあなたの子と孫、羊と牛、またあなたのものすべて、基金はあと5年続きますから、あなたも家族もまたすべてあなたのものが困ることのないように、私はあなたをそこで養いましょうと。 ヤコブと彼の家族はこの時パレスチアに留まっていては生きながらえることができなかったのはずです。彼らは滅びていたでしょう。ヨセフは彼らをご支援の地、実際にエジプトで最高の場所に連れてこようとしています。他の世界から守られたその地で神様は彼らを一つの民族にされます。兄弟たちの生活を見れば彼らがカナンの地から出る必要があることは一目瞭然です。 創世紀45章12節。さあ、あなた方も私の弟ベニアミンも自分の目でしかと見てください。あなた方に話しているのはこの私の口です。彼らは呪文で縛られたようにそこに立ち尽くしていたのではないでしょうか。ヨセフが信じられないような言葉を言うのを聞きながら、彼らは血に伏して拝み、その後立ち上がって何一つ言うことがありませんでした。その言葉は信じられませんでしたが、実際に目の前にヨセフがいるのです。 創世紀45章13から14節。あなた方はエジプトでの私のすべての栄誉とあなた方が見た一切のことと私の父上に告げ、急いで私の父上をここにお連れしてください。それから彼は弟ベニヤミンの首を抱いて泣いた。ベニヤミンも彼の首を抱いて泣いた。これは実の弟兄弟の何とも愛情のこもった場面です。ヨセフのもベニヤミンも素晴らしい人たちです。 創世紀45章15節。彼はまたすべての兄弟に口づけし、彼らを抱いて泣いた。その後で兄弟たちは彼と語り合った。他の兄弟たちはびっくりしましたが、今やっと感覚が戻ってきて話を始めました。そしてその後ニュースが伝えられます。創世紀45章16節。ヨセフの兄弟たちが来たという知らせがパロの家に伝えられると、パロもその家臣たちも喜んだ。 ヨセフの家が騒がしいのが聞こえました。パロは何が起こっているのか知りたくて、ヨセフの家の下辺の一人にでも何が起こったのかと聞いたのでしょう。下辺はおそらくあのカナンから来た11人の人たちがいました。彼らはヨセフ、 ヨセフ様のご兄弟だそうですよ。パロは喜びました。何でしょうパロはおそらく、ヒクソス王朝の王で、ヨセフや彼の家族と同じ血族なのです。パロはエジプト人をあまり信用できず、ヨセフの忠実さを喜んでいました。ですからパロは彼のような人たちがもっと増えることを喜んだのです。 創世紀45章、19から17から19節。パルはヨセフに言った。あなたの兄弟たちに言いなさい。こうしなさい。あなた方の家畜に身を積んですぐカナンの地へ行き、あなた方の父と家族等を連れて、私のもとへ来なさい。私があなた方にエジプトの最良の地を与え、地の最も良いものを食べさせる。あなたは命じなさい。こうしなさい。子供たちと妻たちのためにエジプトの地から車を持って行き、あなた方の父を乗せて来なさい。 パロが車を送るように命じていることに注目してください。車輪は結構な発明で、カナンからの人々はまだ車を使っていませんでしたが、エジプトはもっと文明が進んでいました。創世紀45章20節火災に未練を残してはならない。エジプト全土の最良のものはあなた方のものだからと。何も余計なものは持ってくる必要はない。必要なものは全て揃えるからとパロは言います。創世紀45章21から26節イスラエルのコラはそのようにした。 ヨセフはパロの命により彼らに車を与え、また道中のための測量をも与えた。彼らすべてに命名ハレギを与えたが、ベニアミンには銀300枚とハレギ5枚と与えた。父には次のようなものを送った。エジプトの最良のものを積んだ10頭のロバ、それと穀物とパンと父の道中の食料等を積んだ10頭のメスロバであった。 こうして、ヨセフは兄弟たちを送り出し、彼らが出発するとき、彼らに言った。途中で言い争わないでください。彼らはこうしてエジプトから登ってカナンの地に入り、彼らの父、ヤコブのもとへ行った。彼らは父に告げて言った。ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。しかし、父はぼんやりしていた。彼らを信じることができなかったからである。ヤコブはただそれが本当のことだとは信じられませんでした。 創世紀45章27節彼らはヨセフが話したことを残らず話して聞かせ彼はヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見たすると彼らの父ヤコブは元気づいたやっとのことでヤコブは納得し少しの元気を見せ始めました創世紀45章28節イスラエルは言ったそれで十分だ私の子ヨセフがまだ生きているとは私は死なないうちに彼に会いに行こう なんとドキドキするような進展でしょう。ヨセフに会うという期待がヤコブにエジプトに下っていく決心をさせました。ヤコブはずっとエジプトに残るつもりだったと思いますか私はそうではなかったと思います。ヤコブは簡単にヨセフを訪問し、基金が終わったらすぐに家に帰るつもりだったと思います。でも彼は彼自身の葬式以外ではカナンへ帰ることはありませんでした。ヤコブはエジプトの地で亡くなりました。彼の家族はすべてエジプトに住んでいましたが、彼の亡骸はカナンの地に埋葬されました。